ミネアポリス・セントポール国際空港は、アメリカ合衆国ミネソタ州ミネアポリス市と、セントポール市の南側にまたがるように位置する国際空港である。ミネソタ州最大かつ最も離着陸が多い。かつては、旧ノースウエスト航空の本部があり、また現在もサンカントリー航空の本部があるため、両者の主要なハブ空港となっている。空港コードは MS、MSP、KMSP、 ツインシティスピードウェイというレース場が倒産し、地元団体が共同で運営するスピードウェイ飛行場という飛行場を開港。その後すぐ1921年には、第一次世界大戦で活躍したパイロットにちなんで、ウォルド・チェンバーレン飛行場に改名。1944年には、ミネアポリス・セント・ポール都市空港、ウォルド・チェンバーレン飛行場に改称し、さらに4年後には、 ミネアポリスセントポール国際空港、ウォルドチェンバーレン飛行場となった。飛行家、チャールズ・リンドバーグにちなんで名付けられた、チャールズ・リンドバーグターミナルは1962年に建てられ、ミネソタ州選出の副大統領、ヒューバート・エイチ・ハンフリーにちなんで名付けられた、ヒューバート・エイチ・ハンフリーターミナルは2001年に建てられた。コンコース A、コンコース B、コンコース C、コンコース D。 コンコース E コンコース F コンコース G コンコース H。東空港では、ターミナル1とハブビルを結ぶ、新交通システム、ハブトラム、およびコンコース C 間を結ぶ、新交通システム、C コンコースピープルムーバーが運行されている。ありがとうございます。